横尾照吉横尾照吉大正8年5月21日は日本の衆議院議員。下屋国津賀郡鹿沼塾に角田前平の子として生まれ、阿波野村の先代、横尾照吉の養子となった。自由民権運動が活発になると津賀演説会を起こして会長となった。また、東京専門学校、立教学校で学び、島田三郎の紹介で大熊重信の地狂を得、 立憲改新党創設にあたって総務委員を務めた。1882年により栃木県会議員を務め、1892年には副議長に選出された。その後、1894年と1896年の2回議長に選出された。1902年、第7回衆議院議員総選挙に出馬し、当選を果たした。また同年には、 立憲改新党の後継政党の県政本党の帰関紙新下もけを発行している。その後、再び県会議員となり、1911年にも議長を務めた。1912年、第11回衆議院議員総選挙で再選され、第12回衆議院議員総選挙でも当選した。ありがとうございます。